ワイルドで悪い男たちとエキゾチックで美しい女性たちの波乱万丈でエキサイティングなバレエ、海賊。最も有名なのは主役3人によるグランパドゥドゥですが、その他にも力強く特徴的なキャラクターダンスや2点3点するドラマ性がとても人気なバレエ作品です。現在ではグランドバレエとして全幕を上演するバレエ団が世界中にたくさんありますが、やはりその中でひときわ異彩を放っているのがアリでしょう。男性なら必ず憧れる役、そして必ず踊る役と言ってもいいんではないでしょうか。カリスマ性と技術、どちらも高いレベルで求められ、少し野蛮な男性陣と美しい女性陣たちが織りなすバレエ作品海賊の中で、バランスを保ち、作品を名作へと押し上げたキャラクターだと思っています。とても難しい役ですが、今日はオリジナリティと魅力あふれる6人のアリを紹介していきたいと思います。ブラボー。ああ、美しい、美しい。元祖アリといえばやはりルドルフ・ヌレーフ先生ですよね。この方がアリの地位を爆上げされました。うわ、見てください、この美しいポーズ。足の筋肉の細長いライン鍛え上げられた、そして上半身のこのボクシンのようなこのポーズから一つ伸びて、このアームスも奴隷をしっかり表現していますね。前の足も開いていて美しいです。で、高いジャンプ袖バスクは膝をすごく高く持ち上げて低いプレーに終わります。かかとしっかり前ですね。右足素晴らしいです。そしてピュレットパート、プレパレーション、ここ好きですね。ヌレー先生必ず第一ポジションから入ります。デジルでも海賊でも非常にアカデミック。そしてバットマン誕生したこの美しい体、見てください、この逆三角形素晴らしいですね。伸ばされた足と逆三角形、上半身からピルエット、難しいです。ダブル、今度は手を変えてダブル、アチチュード入れて一歩で巻き込み、素晴らしいです。そしてバランスで少し喜びを感じますね。このコントラストを自分でつけてるとこが素晴らしい。そしてこのポーズ、やはり美しい。バットマン誕生からピルエット、基本的に海賊のこのワイルドさを表現しながらも、やはり自由とかしなやかさとかそういうものが見て取れますよね。10手マネージでこの空中に回転袖バスクを入れるのはもう60年前なのに考えられない、このレベルで。それはそれは、まあお客さんが熱狂して海賊のアリ素晴らしい、ルドルフ・ヌレーフ素晴らしいってなるわけですよね。殿下の宝刀、高速シェネからアラベスク終わりです。素晴らしい。そしてこの、わあ美しい、やはり妖精のような美しい。美しくなければバレエではないというポリシーを感じますね、いかに海賊であっても。またヌレー先生が表現する自由は、自由になりたいなのか、僕は自由だなのか、非常に気になるところですね。コメントをお待ちしております。あー、ポール・ドブラ美しい。あー、もう登場からたまらん。うわ、手だけな。バランスかっこいい、たまらん。
回るな。うわブラボーブラボー。ファルフールジマートフ先生登場からたまらないです。空間を押しながらゆっくりと出てきて手を開くと同時にお客さんがみんなついてきますね。空間の支配力、そして背中の柔らかいこの高いアチチュードから高い海賊袖マスク、このポーズ、まるで獲物を見つけたヒョウか猫か、非常にワイルドですね。肉食の匂いがします。でも清潔感ありますよね。かっこいいなこのポーズ。背中のこの柔らかさ、その背中を落とさないでステップステップして3回目まで行きます。いつもこの手を少し高く大きく胸を少し前に出すようなちょっと型破りなこの動き、まさにカリスマティックですよね。プレパレーションの美しさ、そしてピルエット圧巻でございます。素晴らしい荒瀬君からこのアティチュード、こんな見たことない、今でも見たことないです、こんなかっこいいアティチュード。まずこの荒瀬君も非常に高くて手と足が水平なので清潔感ありますね。腰の安定しやすいです。そこから横ではなくしっかりとアティチュードに入れるんですが、膝もももも、なんなら右手もめちゃめちゃ高いです。いや、なんでこの形で回れるんだろうと思うんですけど、非常に野生的なポーズ、軸はしっかりしてますよね。背中の柔らかさと、やはりこれはルジマト先生じゃないとできない割り方、 このバランスも最高ですね。右手と右足一緒に持っていて、ここオフバランスなんですけど、これがまたこう不安定な感じを出しているというか、オフバランスだから次思いっきり出せるっていう、素晴らしくこう計算なのか自然なのか、素晴らしいですね。手をしっかり開いてから美しいアームスを保ってクッペまで下ろしてきて、ダーン！ルジマートフ武士炸裂ですね。素晴らしいです。もう伸びてます。もうここ以上ないというところまで伸びて、またしなやかなアームスと一緒に走っていって、一番端っこから、いや手が高いでも全然いいです、全然いいです。いやもう背中をしっかり見せてポーズしてくれると、ここプリパレーションで手をしっかりとセカンドポジションに開いてからジャンプに入るところ、ワイルドさ強調されますね。非常に全ての動きが大きいです。やはりテクニックを見せよう見せようっていうんではなくて、アリのキャラクター性が本当に見て取れるので、本当のアリが踊っている感じですね。テクニックを見せているファルフルジマートフが踊ってるんじゃなくて、そこにアリがいるという感じがします。素晴らしい。最後のこの髪の感じまでかっこいい、素晴らしいワイルドさ。ヌレイ先生に比べて少しワイルドになりましたね。キャーキャー、切れ味がすごい。ここでアチチュード2回転切れ、高えじゃん。どんなスピードで回ってんだ、すげえ。いや隠しきれてないパワーがエネルギーがすげえ、キレがもう、素晴らしい、かっこいい。そしてこの切り替えですね。これまでのアリとは違って風を切って登場してきてくださったのはアンヘル・コレーラ先生。奴隷のポーズから切れ味抜群のバリエーションが始まります。
アンヘル先生のアリを見ていると、普段は下手に出ているけどやるときはやるよというアリのキャラクターを感じます。例えば敵戦と戦うときなど自分の力を存分に発揮していいときは思いっきりその力を発揮する、それ以外のときはあくまでもコンラッドの奴隷として力を抑えている、控えめな印象ですね。ここ高さよりも切れ味を重視した袖バスクから完璧な4番に降りてきます。これは右足のターン跡が効いていないとここには降りてこれませんね。そうでない場合は体が左に流れてしまいます。ここの完璧にここに降りてきているので、次の中ターンへのプレパレーションにアームスを変えるだけで移行することができる、素晴らしいジャンプと素晴らしい体重の持っていき方ですよね。あれだけ回転の効いた袖バスクから一気にここに来るんですから、鬼のようなバランス感覚とターンアウトの力、そしてこのアティチュード素晴らしいです。完全に右足の軸足のターンアウトを利用して回っているのがよくわかりますね。完璧なアティチュードです。そこから沿ってカブリオルを入れて高いアッサンブレのプレパレーション、こんなところでこんな飛びますそして上半身見てください、全くぶれません。そして上半身が常に前に来るのが早いのでスピードが損なわれず、このロンデジャンプかっこいい、深いですね。2の足が深いバランスなので非常に野性味を感じます。ここでも奴隷のポーズを入れて振りかぶるんですが、振りかぶっても体が振られないこの絶対的下半身、足がビターッと床についているプレパレーションだからこれだけスピード感を持って回れるんですね。素晴らしい。そしてここからはもう解放です。イエイ、なんでこんな力が余ってるんだろうっていうぐらい切れ味とパワーを感じる橋蔵からアームスドーン。プレパレーションやつなぎなどはなるべくスピーディーにこなして、この上のポーズ、そして終わりのポーズ、こういったところを力強く見せることによってキレがより増幅されて見えるんだと思います。何が見せたいのかが、どこを見せたいのかがよくわかりますね。ここでもう一度奴隷のポーズを入れて、ビタビタのプレパレーションから上半身を振ってもブレずにアームスは大きく保ったままパスを早くつけてきてドーン。ここもアームス保たれてます。そして思いっきりポーズ。いやー、こんな強そうなアリがいる海賊団とは戦いたくないでもここいいですよね。ふっ力を出し切った後に、でも僕はやはり奴隷だからという、今は許されたから力を見せましたが僕はあくまでも奴隷ですって、この切り替えがたまらないですね。さあ、うわ、しなやかさ、羽ついてるのかな、すでに美しさ。うわくー、いや、うわー、またすぐにカラですか、いやー完璧、いやーなんどうなってんの体いや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 、はいはいいやー、レオニード・サラファーノ先生はちょっともう無理ですもう何から解説というか何から話せばいいんだが、もう神様すぎて、もう完璧すぎて、皆さんも見たらわかると思うんですけど、もう別にね、もうそういうんじゃないじゃないですかでもここでちょっと他の海賊たちに一回サインを送るところとかも含めても余裕が半端じゃない、全く力入ってないように見えますもんね。この軸なんともない、何にもぶれない、この完璧なアラセゴン、ピレット回ってるんですよ。3回回った後4、5回回ってあのアラセゴンで終わるんですからね。ここも優雅に終わって、美しい5番からすぐにアームスも開いてきて、でこの完璧なアラベスク、これミハイロスキーシアターでしょうけど、結構舞台が狭いので背の高いレオニード・サラファーノフ先生は大丈夫かなって感じなんですけど、大丈夫なんですよ。もうコース取りも完璧、音もねかなり速いし、もういつどこの切り取っても5番だしバレーだし、これ見てください、しかも最後ダブル入れた後ダブルダブルで、しかもちゃんとドセンターで終わるっていう、もう完璧人間プリ、どうしようもない、無理
おしまい。舞台綺麗だな。お、うお、うわかっこいい。手投げ。たけ。絶対鳥。絶対羽ついてる。重力ないんだろうな。アカデミックは素晴らしい。手投げ。おお。セクシー。すごい進む。うわ。このスケール、いやいや、あ、すごい。アジア人初マリンスキーのプリンシパル、キミン・キム先生ですね。この神妙なお持ち出てきて、ここでわっ始まるよっていう感じがよく伝わりますね。一気に舞台の熱量が上がりました。美しいアティチュードのポーズからスーパージャンプですね。たっけー。本当にこの人は重力あるのかな。これ上りですしね、しかもこれ舞台斜めなので。やはり右手、右足をかなり引いてひねりを効かしています。ここで内ももをしっかり集めることによって、より振りかぶれるというか、より右側の空間の体重を持ってこれるので高いジャンプにつながるんですね。ここでその体重を乗せることができます。そしてこの空中の姿勢なんですが、よく早く足が集まってとても効果的ですね。さらにこのアンバランスさ、決して均等じゃないのが海賊らしさと、このワイルドさをより一層増していると思います。素晴らしい。そして右足にしっかり着地してポーズをはっきりと見せる。そしてこの完璧なアチュードですね。左手が少し前に出てきていて、よくポーズが見えます。もう一度、空中に集まるのが早いし、空中でこの袖バスクのポーズがよく見えます。ピュレットのパートですね、非常にアカデミックです。とにかく左足に重心を乗せることに重点を置いています。ここでプレパレーションからも左足に重心を乗せることを意識して、ここでまたすぐに左足に乗せます。重心が乗ったというのを確認してから、そこに対して手を持っていっているような印象ですね。ここからアラセゴンで2回転を回って、もう一度振りかぶる時もしっかりと左足に重心を乗せる。そしてここまたアカデミックですね。右手がずっと開いたままです。結構この瞬間に右手が第一ポジションになることが多いんですけど、ケミン先生はアカデミックですね、第2ポジションを保ったままグランピレットをしています。これによって上半身下半身がコーディネートされ、ブレも少なくなります。そこからブレていないところからしっかりピレットに集めて、最後はロンデジャンプ、グランロンデジャンプ、大きいですね。また広いバランスから、手足がないから本当に迫力が出る。185センチぐらいあるって聞けましたからね。そしてここもまたお客さんにプレゼンテーションして、いよいよ一番盛り上がるところ。いや本当にキミン先生の10手マジは素晴らしい。この推進力、はい、力入れてないっていうのはよくわかります。推進力を生かしてジャンプ、上半身の力をもう抜いて、まあ抜くっていうのは完全に抜くわけではなくて、ね、もちろん肩甲骨を下げたりとか日々のレッスンがあるんですけど、無駄な力を入れずに脱力して前に進む推進力をそのまま生かして飛ぶ。まあ言うのは簡単ですけど、やるのはもちろんめちゃめちゃ難しいんですけどね。だから非常に優雅で、これだけ疾走感を持った踊りがバリエーションの最後で、しかも全幕バレでできるし、おまけに最後も厳しい5番から厳しい5番ダブルダブルで、いやー前の足も開いてる、素晴らしい。そしてバリエーションが終わった後にすぐに履けるところもポイント高いですね。この謙虚さ、マリンスキーですね。皆さんお待たせいたしました。今回もバレエ怪獣でこの動画を締めたいと思います。みんな大好きイワン・ワシリエフ先生、いやもう最高ですね。前回前々回の動画で、
若干解説させていただいたので、今回は解説ではなく、ただ単に見て楽しんで終わりたいと思います。せっかくアラベスクしたのに隠されちゃうとこかわいいっすよね。勇ましいな、合体。背中やらけ。シリウス先生は両足均等な袖バスクですね。イエーイ、強そう。なんでそれで回れるの。それバジル入ってません、少し。うわすげえ。なんかちょっとホルンが強い気がするな、このブンブンっていう音が。合ってるけど。おお。頭取れてた今。強そう。パワー。やば、楽しそうだな。戻ってて、うわ綺麗、進んでくる、さすが綺麗。なんでその体でそんなことできるんだ。その待ち方何。さすがの骨盤の安定感じゃ。うわもうこんなに綺麗なもん、ボルチェンコ様とかも目に入らない、こんなのが踊ってたら。いや普通に立ってますよね今。ハーハーしてる。最後何やんのかな。いやーブラボーブラボー、楽しい。なんなん本当に、もう大好き大好き、最高。